日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は温泉について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕は元気ですよ。今日は温泉について話したいと思います。温泉、皆さん温泉好きですか？実はですね、僕は、温泉が有名な、場所の出身なんですね。僕の出身地、ね、出身地というのは僕が生まれた場所、生まれ育った場所ですね。僕のお父さんもお母さんもまだね、そこに住んでます。おばあちゃんもお姉さんも、ね、いとことかたくさんそこに住んでいます。大分県と言いますね。九州の大分県、ここが僕の出身です。大分県は温泉が有名です。温泉、別府、そして湯布院、ね、この2つの町は本当に有名な温泉街です。温泉街、温泉街というのは温泉の町ということですね。温泉街、まあ、ちょっとね、気になる人は Google イメージでいいので、別府 Google イメージ、ね、そして湯布院Google イメージしてみてください。すごく綺麗なね、イメージがたくさん出てくると思います。本当にいいところです。僕がスペインに住んでいた時、そしてロンドンに住んでいた時、まあロンドンは短い間、2年ちょっと、2年と少しですね。スペインはまあ4年ぐらい住んでました。で、まあもちろんね、日本食、寿司とかね、ラーメンとかね、食べたくなりました。だけどね、やっぱり温泉ですね。温泉に入ると、いやー、なんというかな、日本に戻ってきてね、温泉に入ると、これはやっぱりこう、例えばね、自分が年を取った時、年を取った時ね、僕がおじいちゃんになった時、温泉に行きたいなと思いましたね。温泉の近くに住みたいなと思いましたね。温泉はいいですよ、本当に。皆さんの中にはね、タトゥーがある人がいますね。で、タトゥーがあると温泉に入れないと、そういう場所も少しあります。たくさんじゃない、もうたくさんじゃないです。だけどやっぱりあります。で、その時にいいのはですね、家族風呂、家族風呂というのはまあプライベート温泉のことですね。家族じゃなくてもいいです。恋人と2人でも大丈夫ですね。ガールフレンドね、ボーイフレンドね、ボーイフレンド同士もいい、大丈夫と思いますね。とにかく家族風呂、プライベートな、プライベートな温泉、家族風呂ね、家族風呂を探して、そしてそこに入ればタトゥーは気にしなくていいですからね。2人だけとかね、1人でも多分大丈夫と思いますね。1人でも大丈夫と思います。ちょっと高いですけど、まあ1時間2000円ぐらいね、20ドルぐらいなので、まあ僕はその価値はあると思いますね。なので、ぜひぜひ、タトゥーがあってもね、大丈夫ですから、温泉に行ってください。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。